ロックランド軍はアメリカ合衆国ニューヨーク州に位置する州で一番小さな軍である。マンハッタンの北北西 19km に位置する。2000年現在人口は286,753人である。ここの軍庁所在地はニューシティ。州の名前はこの地に移り住んだ住人によりロッキーランドに由来する。ロックランドはかつてインディアンが住む森だった。 1600年代後半、ニューアムステルダムと呼ばれていた、現在のマンハッタンから、都市生活を離れ田舎暮らしを望む、オランダ人移民が、ロックランドに移り住んだ。その後、ハンガリー人移民やイギリス人移民も移り住み、ここで狩猟、農耕生活を営むようになった。その後半世紀、ロックランドは開拓され、風車が建てられ、運河が作られ、教会も設置されるようになり、 初めての店が、ハベストロウとタッパンにオープンし、人口も増えた。1691年には、政府が組織され、タッパンに裁判所も設立された。その後、タッパンの中心地は、ニューシティに移り、1798年に、オレンジ軍から分離し、ロックランド軍となった。その後しばらくは、ニューヨークシティの郊外という、この軍は、静かな田舎町だったが、 ハドソン川を渡るタッパンジーブリッジが完成し、人口は急激に増えた。現在は人口が増えたが、隣のウェストチェスターや南のニュージャージー州と比べると、相変わらずのどかで過ごしやすい街となっている。ロックランド郡に住んでいた有名人アメリカ合衆国統計局によると、この郡は総面積516平方キロメートルである。 このうち451平方キロメートルが陸地で65平方キロメートル水地域である。総面積の12.60%が水地域となる。ロックランド軍はニュージャージー州イコールニューヨーク州境界の北ハドソン川の西並びにオレンジ軍の南に位置している。この軍の最高高度は391メートルであるロックハウス山である。しかしながら 近郊のジャッキー・ジョーンズマウンテンもまた正確な高度が知られていなく最も高いかもしれない390メートル以上の頂上である。最低高度はハドソン川沿いの海抜である。ロックランド軍はニューヨーク市の外側にあるニューヨーク州内の一番小さな軍である。ロックランドにある湖ロックランドにある公園ロックランド軍の岩2000年現在の国勢調査で この軍は286,753人、92,675世帯、及び79,89家族が暮らしている。人口密度は636平方キロメートルである。210平方キロメートルの平均的な密度に94,973件の住居が建っている。この軍の人種的な構成は白人ーセント。 アフリカン・アメリカン10.98%、先住民0.24%、アジア5.52%、太平洋諸島系0.07%、その他の人種3.78%、及び根血2.51%である。人口の10.18%はヒスパニック、またはラテン系である。 この郡内の住民は28.00%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が7.90%、25歳以上44歳以下が28.00%、45歳以上64歳以下が24.30%、および65歳以上が11.80%にわたっている。中央値年齢は36歳である。 女性100人ごとに対して男性は95.30人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は91.30人で、ある。この群内の世帯ごとの平均的な収入は67,971ベ米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は78,806ベ米ドルである。男性は51,148ベ米ドルに対して、 女性は37,032米ドルの平均的な収入がある。この群の一人あたりの収入は28,082米ドルである。人口の9.50%及び家族の6.30%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の14.30%及び65歳以上の7.60%は貧困線以下の生活を送っている。 鉄道旅客鉄道として2路線が運行。2路線ともにロックランド軍を出るとニュージャージー州に入るためニュージャージーランジットとメトロノース鉄道が共同運行を行っている。バス TOR、ロックランド軍内を走るバス TOR はタッパンジー、ブリッジを越えてロックランド軍とウェストチェスター軍を結ぶタッパンジー、エクスプレスも運行している。道路、プトナム及び パセック軍とのロックランド軍の境界は、総計1マイル前後で短い境界線となっている。ありがとうございます。